だから明らかに詐欺ですよね。詐欺のお店になりますので、ここに当たりがないように注意をしてください。風俗遊びする上で一番注意すべきことの一つになります。お疲れ様です。真面目社長です。今回は風俗遊びで気をつけるべき落とし穴10選をお届けいたします。なぜこの動画を発信しようかと考えたかと言いますと、より良い風俗遊びのために日々情報発信をしているんですけれども、真面目社長の YouTube チャンネルを見て初めて風俗に行きましたとか、知らなかったね新しいジャンルに挑戦しました、真面目社長が紹介してたこの地域の風俗店行ってみましたとか、こういう方がねすごく増えておりまして、温かいメッセージを日々いただいてるんですが、その中でですね、風俗に行ったんだけどちょっとこういう失敗をしてしまったとかね、あの時こういう風にしてしまったらよかった、ですのでこのね動画の視聴者の方々にはそういった同じような失敗を僕はしてほしくないんですよ。本当に風俗行っていやよかった満足したっていう風に思ってもらいたいので、皆さんでねこの情報を共有して風俗ユーザーの声を集約してこの一本の動画におまとめしました。ですのでむちゃくちゃ有益な動画に今日はなっております。本当に有料級の内容になっておりますので、ぜひ最後までご覧いただいて楽しい風俗遊びを体験していただきたいなと思います。ではまず一つ目、プレイ時間ですね。風俗でおいてプレイ時間というのはプレイをするだけの時間だけではないんですね。プレイ以外にも女性とお会いしてご挨拶をして日常の会話から入っていくわけなんですけども、この会話の時間も実は時間の中に入ってるんですよ。例えばだから60分コースで会話がね最初すごい盛り上がって意気投合、まあそれもいいことだと思うんですけど、それが会話がね10分20分30分とかになってしまうと残りが30分しかなくなるわけ。これすごい慌ただしくないですか。シャワー浴びてプレイしてっていう30分の中でやるわけですから、もうものすごくバタバタして逆にちょっとね最後満足度が下がってしまうリスクもあるわけなんですね。ですのでコース60分であればお話はじゃあ10分ぐらいしたらちょっと切り上げてシャワー行こうかなとかね、もちろん女性から声かけていただけることもあればご自身の方から促してあげるっていうのもスマートな遊び方になりますので、トータルの時間っていうことを考えて進めていただけるといいと思います。であとは注意点としては最後にもねシャワーを浴びるんですよ。最後終わり時間にプレイが終わったっていうのであればシャワー浴びたりとか着替えたりする時間ってなくなっちゃいますから、5分から10分は見ていただきたいので、そこで最後バタバタバタってねちゃんとゆっくりお分かりができないっていうケースも出てきますんで、そこも見据えて配分していただけるといいと思います。あとはですね時短というのがあるんです。要はですねお店とか女の子が予約してる時間より短く終わらせて部屋を出ちゃうみたいなケースがあるんですよ。これはもちろんですね本当に悪意があってやるケースもあれば、お店とか女の子がルーズでちょっと適当にやってしまっているケースとかもあるんで、これはお客様自身がですね時計を見てねスタート何時だなとかねその場で確認してもいいと思いますし、ご自身が予約した時間を満喫できるように遊んでいただくのも一つの手だと思いますので実践してみてください。ではね2つ目、振り返点、これ出ましたね。僕のこの動画でもですね過去にお話したこともあるんですけども、この振り返点っていうのは風俗遊びする上で一番注意すべきことの一つになります。振り返点というのは何かって言いますと、写真と全くの別人の女性を送ってくるお店なんです。写真で予約したことを全然別人の女性が来るのが振り返点だから明らかに詐欺ですよね。詐欺のお店になりますので、ここに当たりがないように注意をしてください。とはいえですね、いや風俗遊び俺慣れてないよと、そんなの見分けらんないからすぐ騙されちゃうんじゃないのって思う方いると思うんですが、安心してください。ここで僕がですね振り返点に合わない必勝法をねテクニックをねお伝えします。これはですねやり方があるんですけども簡単なんですよ。料金表をまず見ますよね。料金が例えば60分で2万円でした。で2万円っていうのはだいたいスタンダードなお店ですから通常の女性が来るようなお店なんですけれども、それがですね飛び抜けて可愛い子モデルとか芸能人とかねそれクラスのねスタイルがめちゃくちゃいい女性で顔もすごいね整ってる女性の写真だったと、アンバランスなんですよね。料金は安いのに女性のレベルが飛び抜けて高い、このギャップが多ければ多いほど振り返り点である可能性が高いです。値段相応と言いますか値段に合った女性が来るお店っていうのが通常のお店になりますんで、あまりにも値段と女性のレベルが合ってない場合は要注意してください。では3番ですね、これもですね注意してほしいです。種まじですね。
聞いたことありますかね。これまあ業界用語なんですけど、パネルマジックの略ですね。要はですね、写真詐欺です。さっきの振り替え店と違うのはですね、振り替え店は全くの写真と違う子が来るんですけど、今回はですね、本人なんですけど写真の加工が強すぎて詐欺でイメージが違って満足度が落ちてしまうっていうパターンなんですね。で最近やっぱ時代として皆さんね、スマホでね、女性なんかね、写真撮った時に、アプリ使うじゃないですか。悪気があるとかないとかっていう話もあるんですけど、もう自然になっちゃってるんですよ。もう世の中に溢れてるインスタグラムとかね、全部加工されてるじゃないですか。で実物と全然違うっていうのが一般的にもある話なんで、風俗に限った話ではないんですけども、風俗店においては男性側としては女性を選ぶ時の材料としては写真ってやっぱり重要な要素になるんで、ここのパネマジに当たらないように選びたいところですよね。ただやっぱり写真見てどうやって判断するかっていうのは分からないと思うんですけども、ここはですね、僕がやっぱり編み出したね、パネマジに合わない指名の仕方がありますから、これ今からレクチャーしますんでよく聞いてくださいね。でそれは何かっていうと、たくさんの写真を見るってことなんですよ。どういうことやと思うかもしれないですけど、まあ、通常って予約するときどの写真見られますか。在籍のプロフィール写真を見ますよね。プロフィール写真ももちろん1枚の子もいれば10枚の子もいるんで、そこでたくさん見ればいいのかと思うかもしれないですけど、それだけじゃ足りないんですよね。やっぱりプロフィール写真っていうのは多くのお店がですね、ちゃんときちんとしたスタジオでプロのカメラマンが撮りますから、綺麗に決まった写真が多いんですよ。もちろんそれは女性を魅力的にするためにお店が企業努力をしてるっていうところもありますし、写真修正っていうのはやっぱりどのお店もやってまして、女性を魅力的にするっていう意味もあれば、ネガティブな意味ではなくて、バレたくない、バレずに働きたいって方も多いので、ほくろを消したりとか特徴的なところをちょっと雰囲気を変えるみたいな意味合いもあったりするので、素物通りじゃないケースも多々出てくるんですね。そういう場合の対策としては、写メ日記だったりとか X だったりとか、他の SNS とかコンテンツに上がってる写真を見ていただくのがいいんですね。やっぱり写メ日記だと在籍写真よりはよりですね、生に近い写真が出てきますし、これ見ない手はないですよね。必ず在籍写真以外にそういった写真をたくさん見る。よく考えてみてください。1枚の写真で女性を選ぶのと10枚の写真で選ぶの、どっちが実物に近いイメージ通りの女性が来ると思われますか。もう答えはね、明白ですよね。それは多いのに越したことはないので、その中で例えば10枚見た時に、そのうちの1枚がいろんな角度からね、写真を撮ってる中でこれイメージ違うなっていうケースが出てくると思うんですよね。その場合はすぐに予約するのをね、止めていただいて、我慢していただいて、もうちょっとね、期間を空けて1週間2週間写真が上がってくるのを待って、また他の写真を見て予約するかどうか決めるっていうのだと、確実にイメージを崩さずに呼ぶことができますので、ぜひこれもね、試してみてください。次ですね、差し入れです。女の子喜ぶんじゃないのっていう方ね、多いと思います。それはそうですよね。差し入れっていうのはね、本当に気持ちですから、女の子に喜んでもらいたいと思って送っていただく方がほとんどだと思います。悪意がある方は絶対にいないので、差し入れがなんでダメなんだってね、怒る方もいると思うんですけど、やっぱり差し入れっていうのは相手が求めてるものをプレゼントしなければいけないので、一方通行じゃダメっていうことなんですね。手作り個包装されてないものは NG です。これは何でかって言いますと、手作りっていうのはすごい愛情を込めて作っていただいてね、気持ちは嬉しいかもしれないんですけど、人が作ったもので何が入ってるのかなっていう、やっぱ警戒をしてしまうと思うんですよね。なので手作りっていうのは良かれと思っても女性を困らせてしまうことになりますから、個包装じゃないものは絶対に避けてください。あとはですね、ありがちなのはチップね。チップは喜ぶでしょ、お金だからっていう方もいると思うんですけど、これチップもね、注意点があるんですよ。いきなりチップ渡す方がいるんですけど、これはできれば避けてほしいんです。なんでかっていうと、いきなりね、会った段階でチップをもらうと、女性の方もなんかこの人過剰サービスしてくんじゃないみたいな、疑って見てしまったりするみたいなんですね。なのでチップを渡すんであれば、通常のチップと一緒ですよね。全部サービスが終わって最後に渡す、これが一番スマートですよね。でチップの場合はそういったタイミングを考えてお渡しするようにしてください。はい、次ですね、5つ目、新規割です。新規割っていうのはですね、いろんな風俗店があるんですけれども、どこのお店でもですね、必ず初めて来るお客様用に割引を用意してるんですよ。ですのでこれは使わない手はないですよね。できるだけ僕は皆さんにお得に遊んでいただきたいので、必ずこの新規割を使っていただきたいんですけれども、注意点としてはですね、最初に予約しますよね。お電話だったりネットだったりですると思うんですけども、その時に必ず新規割でお願いしますっていうのを伝えてください。これね、伝えなかったら定価になっちゃいます。これはちょっとですね、大きな違いになってきますので、
必ずそこの予約時に伝えてください。風俗サイトがあるんですけど、ヘブンネットとかね、ピュアラバーとかね、風俗ジャパンとかいろいろあるんですけども、そういったサイトの独自のね割引っていうのを用意してるケースもあるんですよ。まあ、こういったのもあるんで、時間に余裕がある場合はいろんなその店舗のねサイトを見て、一番安い割引料金のプランで遊ぶのが最もお得に遊べるやり方になりますので、そこをしっかり調べて予約するようにしてください。はい、次ですね、予約確認。予約確認っていうのは当たり前に使われてる言葉なんですけれども、これ実はですね風俗独自のシステムなんですよ。要はですね、予約したお客様が予約時間の1時間とか2時間前にお電話で予約の確認をするっていうのが、この風俗業界における予約確認なんですね。ですので連絡を入れないと予約がキャンセルになってしまうケースがあるんですよ。せっかくね前もって予約してたのに当日キャンセルになってしまったらめちゃくちゃもったいないですから、必ずこれを忘れずにやっていただきたいっていうことなんですけど、じゃあね、なぜこの予約確認が必要なのかって言いますと、デリヘルだと特にそうなんですけど、予約の時間がいろんな事情でずれる場合があるんですよ。例えば車移動してる場合に渋滞にはまっちゃいましたとかね、出勤する時に電車の遅延でね遅れてしまいましたとか、女性のサービスを提供してますので、やっぱ人間ですので何らかの事情でちょっと時間がずれるケースが出てくるので、予約時間が正確にどのお時間なのかっていうのは、その1時間2時間前になると正確にお伝えができますので、それでお客様にお願いをしているっていう経緯があるんですね。大体のお店がちょっとね幅を持って予約を取るお店が多いと思うんですね。説明がないケースもあると思うんですけど、風俗の予約においてはそういった時間が前後するケースがあるっていうのを念頭に入れて予約をしていただけると、臨機応変な対応がしていただけると思いますので、ちょっとそこは忘れずに頭に入れておいてください。例えばですね、僕もあるんですけど、当日になって実は時間が30分スタート時間早まりましたみたいにね、いきなり言われたことがあって、間に合うかなみたいなことがあったりしたんで、できるだけスケジュールは余裕を持って組んでいただけるのがいいと思います。あとはね、ラブホテルがそうなんですけど、90分コースなのに前もってホテルに入っちゃうってなると、もう結構時間がもうカツカツになっちゃうんですよ。下手したらホテルの延長料金かかっちゃって余計料金かかるじゃんみたいなことになるんで、まあ、ホテルの入るタイミングとかも、まあ、お店とね相談しながら入室していただけると、余計なお金がかからずご満足いただける遊び方になると思いますので、ぜひ気をつけてみてください。はい、次ですね、プレイ内容。お店や女の子によってこれは異なります。じゃあまずお店のコンセプトありますよね。お店のシステムのページを見ていただくと、このお店はプレイ内容がありますよっていうのがだいたい書いてます。一覧でこのお店で遊ぶにはこういうプレイができるんだなっていうのをまず頭に入れていただいて、なおかつですね、女の子ごとにできるできないが発生するケースがあるんですね。そういう時は女の子の在籍写真のプロフィールページを見ていただくと、このプレイは私 OK ですよ、このプレイは私 NG ですよみたいな、これも一覧にしてあることが多いので、きちんと確認して自分がこのプレイをしたいなっていうプレイが OK な子、できるお店で遊ぶのがご満足いただけることになりますから、そこはしっかり事前にチェックをしてください。あとはですね、こだわりがあるプレイがあるんであれば、予約時に確認することをお勧めします。お店の方に、僕はちょっとこのプレイがしたいんだけど、この子は大丈夫ですかっていうのを事前に確認しておくことで確実にできるようになりますから、それはぜひやってください。はい、次ですね、ホテル選び。女の子を呼べないホテルが実はある。これ注意じゃないですか。例えば出張で東京にわざわざ来て事前に予約をしていて、女の子到着しました、入れませんみたいな時があるんですよ。これは悲しいですよね。で、下手したらホテルの人に怒られちゃったりとか、追加料金が発生したりとか、下手したらラブホテルに移動してラブホテル代がねプラスでかかっちゃったりとか、そういったデリヘル風俗が呼べるホテル、これを予約していただきたいんですけど、じゃあどのホテルが呼べるか呼べないか分かんないじゃないかっていうと思うんですけど、これ調べる方法があって、デリヘルが呼べるホテルっていうサイトがあるんですね。このサイトを見ていただくと、たくさんの人たちがこのホテルに行った時にデリヘルが呼べたとかすごい口コミで投稿してるんですよ。このホテルは100人利用して99人が呼べましたよ、あ、じゃあこのホテルは安心だなとか、逆もあるんですよね。ほとんどの人が呼べなかったってなると、あ、このホテルはちょっと呼べないホテルだなっていう判断ができますから、これを事前に見ることによってデリヘルが呼べるということが分かりますので、ぜひこれは参考にしてみてください。あとはですね、ホテルなんですけど、例えばラブホテルで利用する時も、安いホテルあったと、予算も抑えられて助かったと思う方もいるかもしれないんですけど、ただ単に安いホテルだけだと部屋のグレードが低かったりとか、
か汚いホテルになってしまったりとかね、設備が整ってないみたいな残念なことになったりする場合があるんですよ。そうなるとそこに女性を呼ぶわけですから、女の子のテンションが下がってしまうんですよね。まあホテルもそんないいホテルにねする必要はないんですけど、まあ、コスパのいいホテルっていうのは絶対ありますから、そういうところで呼ぶことをお勧めしたいんですね。ホテルをご存知なければお店に聞いた方がいいと思います。このホテルじゃあおすすめですよっていうのを絶対提案してくれますから、お店がおすすめするホテルは間違いないですから、もちろんお店はそこの女の子とかも考えてお客様にご提案をしてますから、ぜひお店に聞いてホテル予約することをお勧めします。はい、次ですね、総額料金。総額料金、これはめちゃくちゃ注意なんですけど、皆さんホームページを見て、まあ、システムとかっていう料金表っていうところを見て予約をされると思うんですけど、このですね乗ってる料金だけでは遊べなかったりすることが多いんですよ。例えば60分コースで2万円って書いてた時に、あ、2万円で遊べるんだと思ったら、これ要注意なんですけど、遊べない場合があるんですよ。何がかかるのかっていうと、デリヘルの場合ですと入会金とかね、初めての場合はね、であと指名料ね、女の子を選んでこの子でお願いしますっていう場合は別途指名料がかかったりとか、ホテルに出張する場合はそういった交通費っていうのがかかったりとか、あとはオプションですよね。このプレイやりたいなっていうのでプラスでそのプレイをね要望した場合は追加料金になるケースがあるんで、こういったコース料金以外にもかかるケースがあるんですね。必ずその予約時の電話の時に総額の料金はいくらですよっていうのをお店に確認をしておけばトラブルなく遊べますから。あとはですね、総プランドの場合ですね、入浴料っていうのがあるんですよ。お風呂屋さんだからそうですよねと、あ、入浴料で遊べるんだよね、ブーです。入浴料っていうのはあくまで一部なんですよ。だいたい相場でいくと 2.5 倍から3倍ぐらい、入浴料かける 2.5 倍から3倍ぐらいっていうのが総額の料金になりますから、総プランドで遊ぶ際はこれは要注意をしてみてください。総額料金って逆に書いてある総プランドもありますね。その場合はね総額料金になりますが、入浴料の場合は必ずお店の人に総額料金を聞いてから予約をするようにしてください。はい、皆様来ましたよ、最後ラストですね。このラストはですね最も重要な落とし穴になりますんで、心して聞いていただきたいんですけれども、女の子の本音と建前。女の子はですね実は全部本音でね話してるわけではないんですよ。特に注意すべきなんですけど、痛いのを気持ちいいんだ勘違いしちゃう方が多いんですね。そもそもやっぱり女性っていうのは男性にご満足をしていただこうと思って接してますから、否定的な言葉って言わないようにねものすごく気を使っているわけなんですね。例えば男性が少しね乱暴にプレイをしてちょっと痛いなと思った時になかなかね言えないっていうのが本音のところなんですよ。そこをちゃんと我々男性陣が汲み取ってあげるっていうのがすごく大事だと思っていて、どうしたらいいかっていうところなんですけど、女性の体っていうのはですね皆様が想像している以上にデリケートなんですよ。最初はものすごく優しく触ってあげるところからスタートするのが一番ですね、女性を満足させることにつながりますから、そこから徐々にですね女性の反応を見ながら強めていくっていうのをしていけばいい反応が得られますから、いきなり強くするのは絶対 NG ですね。あとはですね言葉をかけるっていうのもすごくいいと思うんですよね。例えば痛くないとか、結局はプレイもですねコミュニケーションなんですよ。どういうことかっていうと、お互いですね相手の反応があるわけじゃないですか。相手が気持ちいいと思ったらそこを続けてあげるとか、相手がねそうじゃなかったらやめてあげる、これってまさに会話と一緒ですよね。相手がいて成り立つ、一方通行でねこっちがやりたいことを相手が痛がってるのにやり続けるっていうのは自分のことだけしか考えてない人になって、女性もね満足できなくなってしまいますから、相手を気遣いながらプレーをするっていうのが結果的に自分が一番楽しめる方法になりますから、ぜひですねそういったのを聞いてあげてください。あとは本当に奥手な子、言いづらい子だったとしたら、痛くないって聞いたら痛くないって言っちゃうらしいんですよ。だから、こういう時どうしたらいいかっていうと、痛いって聞くんです。逆にもう痛いって聞いたら否定しない子だと、あ、はい痛いですって言いやすいじゃないですか。それぐらい気を使っていただくと本当相手の本音が聞けることになりますから、女の子の本音と建前ね、これはぜひですね覚えておいてください。はい、今日はですねどうでした、ものすごい盛りだくさんですよね。こんなにもたくさんの落とし穴リスクがねあるんですよ。だからどんなにいいお店を選んだ、どんなにいい女性を選んだとしても、この落とし穴っていうのはハマる可能性がありますよね。知らなかったじゃ済まないんですよ。せっかくの遊びがですね台無しになってしまう可能性もあるんで、ぜひこれをですね実践して行く前にまたチェックしてもらってもいいと思うんですよ。何度も見ることによってより自分の中で知識として身につきますから、ぜひですね風俗遊ぶ前にこの動画ご覧いただければと思います。今回の動画見てまだまだ
だね、こんな落とし穴あるよ、俺こういうの失敗しちゃったなとかね、こうした方がもっと楽しめるんじゃないか、こういう声がある方はぜひこのねコメント欄に書いていただけて、皆さんで情報共有をしたいっていうことと、あとはね僕もね何か聞いていただけたら自分で返信してますから、ちゃんと僕が返してますんで、なんかあったら全然お気軽に聞いていただければできる範囲でお答えしておりますので、ぜひコメントの方も書いていただければ励みになります。それでは失礼いたします。